トラベラーチャンネル。こんにちは。JST で海外ウェディングとハネムーンを担当している早川です。本日は、いつから行けるニューカレドニアということでお話の方をしていきたいと思います。今日お話するテーマとしては、こちらの5点になります。ニューカレドニアの基本情報、ニューカレドニアの今のコロナの現状、ニューカレドニアへの日本人の入国に関して、ニューカレドニアのフライトの運航状況、最後まとめということでお話の方をしていきたいと思います。早速ですが、ニューカレドニアの基本情報からお話をしていきます。まずニューカレドニアってどんな国なのっていうことで、場所的には日本から直行便が飛んでるんですけど、約8時間半から9時間弱ぐらいの時間で行くことができます。ニューカレドニアの面積としては、日本の四国と同じぐらいの面積で、まあ、ちょうどオーストラリアのケアンズとゴールドコーストの、間ぐらいの緯度なんですけど、まあ、フランスパンみたいな形で浮かんでいる島で、まあ、本島のグランドテール島っていう島プラス、その周りに天国に一番近い島っていう映画の舞台にもなったウェア島、あと、まあ、イルデパン島とか、結構その島の周りにも綺麗な島々に囲まれたリゾート島になっております。あと、まあ、主な産業としては観光業と、あとニッケル産業で、観光業に関しては実はニューカレドニアってフランス領ニューカレドニアということで、フランスの本土から来られる、観光で来られる方が一番多くて、全体の 33% ぐらいの率で、続いて2番がオーストラリアから来られる方で、3番はまあなんと、日本人が3位に入って 17%、 この3カ国からの観光客でなんと全体の 70% を占めるというような、国になっております。もう一つの観光業以外にニッケル産業って言ったんですけど、ニッケルっていうのは日本でいうと50円玉とか100円玉の原料になっている鉱物で、まあ、そういうのがニューカレドニアから昔からこう取れるので、まあ、それが主産業ということになっています。続いてニューカレドニアの楽しみ方ということで、ニューカレドニアは実は街歩きが結構楽しいというか、南フランスのような雰囲気で、まあ、白い建物が多くて、まあ、ちょっと坂に行って、まあ、そういうところを朝市にやっていたりとか、街をショッピングしながら楽しく、まあ、散策することができたりとか、まあ、そういう街歩きがまず楽しめるリゾート地プラス、なんとニューカレドニアの周りの、まあ、ラグーンといってサンゴとか熱帯魚がいるような、そういう綺麗な海があるんですけど、そういうところがなんと世界遺産に登録されていて、まあ、世界遺産の綺麗な海でまあ、シュノーケリングとか、スキューバダイビングとかを、まあ、楽しんだり、まあ、無人島に遊びに行ったりとか、まあ、そういう楽しみ方が、できたり、あとは、まあ、さっきも言いましたが、イルテパン島とかウベア島とか、ちょっと本島から離れたところに島があるので、まあ、そういう島に泊まりに行って、まあのんびり過ごしたりとか、まあ、そういう楽しみ方もありますので、 あと、まあ、ニューカレドニアの水上コテージもなんとあんまり知られてないんですけどあるリゾートもあるので、まあ、そういうホテルライフを楽しんだりとかっていう楽しみ方もあります。で、3番目の食事の事情は、実はニューカレドニアって、まあ、さっきも言ったんですが、フランス本島から来られてる方がすごく多くて、まあ、フランス人を対象にしたフランス料理のお店が結構街に多くて、なのでそういう観光で来るフランス人も美味しいねって言ってもらえるようなレストランじゃないと、まあ、生き残っていけないみたいなところもあって、街には結構まあ、ボルドーさんっていうか、ボルドーワインの、まあ、専門店だったりとか、ちょっとフランスに特化したレストランが、まあ、多いかなっていう、自分も行った時にちょっと驚いたんですけど、ランチを食べに入ったレストランで、レストランに2時間半ぐらいいたんですけど、お昼からのんびりワイン飲みながら食事を楽しむみたいな、まあ、そういう習慣というか、
のがニューカレドニアにはあったので、まあ、ちょっとこうパッパッとこう済ませたいなっていう方にはちょっと昼から2時間半みたいな感じはしてしまったんですけど、まあでもあのそういう、こう食事はすごくこう楽しめるかなっていうのをまあ思いました。じゃあ続いてニューカレドニアの、コロナの、現状ということで、実はあのニューカレドニアってすごくこうコロナを抑え込みに成功している国の一つで、今現状ニューカレドニアでのコロナの感染者数っていうのがなんと40人ということで、去年の4月以降は市中感染を完全にも抑えていて、一人も出ていないっていうのが現状で、もう本当にあのもう6月15日にはもう全て日常の生活に戻すということで、マスク着用の義務とかももう廃止したり、イベントとかもあのもう好きにやっていいですっていうような、ニューカレドニアの中でのそういう行事に関しては一切通常通り行われているような現状です。まあ、どうしてまあこういうことができたかっていう、このコロナ感染対策なんですけど、ニューカレドニアはもう本当コロナが広まってくる3月には街中のまあ一番大きい医療センターの外にテントを作って、通常の医療の方とコロナの医療の方を完全にこう分けて、まあ、診察したっていうふうに言われていて、まあ、そうすることで、まあ、病院でのこう感染を抑えて、まあ、街でこう広まることを抑えることができたっていうふうに言われていたり、あとはまあ専用のホットラインのまあ電話回線をまあ設置して、まあ、いち早く症状がっていう人に、まあ、ここの回線にかけてくださいっていうのを徹底したっていうふうに言われています。でホテルとかあとレストランに関してももう今通常通り営業をしていますが、ただまあ後でも言いますが、まだまだこう観光客が、来られる現状ではないので、まあ、ニューカレドニアに住んでいる方、まあ、中心の、まあ、活動というか利用っていう感じになります。で、丸さん、日本人のニューカレドニアへの、まあ、入国に関してなんですが、こちらはまあ残念ながら、日本人だけじゃなくてニューカレドニア人ではない、まあ、非移住者、外国人に関して一切入国を、まあ、禁止しているような現状で、まあ、住んでいる方、ニューカレドニア人も、まあ、帰るときには14日間の、まあ、隔離が必要ということで、もうここは本当に決定をしているかっていう、今現状としては、残念ながら、ニューカレドニアには観光客は入れない現状となっています。続いて4番目、ニューカレドニアへのフライトの状況ということで、ニューカレドニアにはエアカランという航空会社が運航されているんですが、実はもう早々と7月の31日までフライトの運航を停止しますというふうに言われています。なのでまあ、ニューカレドニアに今行きたくても実際には7月31日までにまではもう便の運航する予定が一切ないので、まあ、そこまではちょっと、我慢してくださいっていうような状況で、まあ、フライトに関してはエアカラン航空が、まあ、直行便で成田と、関空から運航されてるんですが、今残念ながら、まあ、早くても8月以降かなっていう状況です。じゃあ、最後、まとめということで、ニューカレドニアは本当に親日家の方もすごくこう多くて、まあ、観光で行くとすごくこう居心地がいい国なんですけど、まあ、日本から直行便も飛んでて時差もこう2時間で、気候も温暖で安定してて、もう本当こう食事も美味しくて、いい国なんですけど、まだ今の現状としてはニューカレドニア自体はコロナの感染をもう完全に抑え込み成功してるんですが、まあ、やっぱりこうそこに行く日本の方が、まあ、ちょっとこういうコロナの感染者の方が増えてきているような現状なので、まあ、日本次第かなっていうところなんですが、まあ、先ほどもフライト状況に言いました7月31日までは、まあ、運航が中止になっているので、一番早くニューカレドニアに行けたとしても、まあ、8月、以降かなっていう感じになりますので、まあ、日本のコロナの抑え込みが、まあ、今後成功して8月からニューカレドニアに、行ける日が来ることを期待しておりますので、まあ、ニューカレドニアに行きたいなっていうふうにお考えの皆さん、ぜひ計画や予約はできますので、ぜひ考えている方は、ご相談いただけると嬉しいなと思います。じゃあ本日は、以上になりますので、この動画が参考になっているという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。
では失礼します。